高橋と申します。本日の進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はじめにスプリングフェア運営委員会の公益財団法人横浜市緑の協会理事長吉田哲夫からご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。浜江デザインの表彰式にですね、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。この浜江デザインは去年から実施してございます。今年は小学生の部と一般の部ということで、募集をしまして、それの作品が右手の方向ところに、展示してございますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。またこのチューリップの花絵はですね、市民参加で、行ったものでございます。花絵のデザインも市民から、それとチューリップを植えて花を摘んで、それで花絵を作るというのを一貫して、市民の方の手作りでやっていただいたということでございますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。最後になりますが、今日は用意してございます。明日はですね、消防局の協力をいただきまして、花絵が消防の寄進者の上から見られるということになってございますので、ぜひ明日もおいでいただければと思ってございます。花形簡単ですが、ご挨拶とさせていただきます。よろしくどうぞお願いします。花絵デザインにつきましては、去る2月19日に外部専門家を含む5名の審査員の皆様に、小学生の部については15点、そして一般の部については24点、合計39点のデザインの審査をいたしました。本日は審査員を代表しまして、株式会社インフィオダータアソシエイツ代表取締役兼社長兼 CEO FM アーティスト藤川康彦様にお越しいただいております。それでは藤川様より審査公表をいただきたいと存じます。藤川様、よろしくお願いいたします。こんにちは。どうも一日、花絵の制作にお疲れ様でした。予定よりも早くですね、花絵が出来上がりまして、すごくたくさんのお客様に見てもらえるいい機会になったと思います。今回ですね、たくさんの作品の中から、2月に審査を行いました。でやはりどういう点を今回、審査をしたかといいますと、やはりその横浜らしさという部分と、そのチューリップ春、そういった部分をですね、一つのキーワードにしまして審査をさせていただきました。で昨年はですね、一つの、カテゴリーの中で審査をしたんですが、今回は、小学生の部と一般の部と、その2つのですね、カテゴリーの中から、2つの最優秀賞と優秀賞計4点をですね、選びました。満場一致でですね、選ばれたのが、小学生の部のですね、海に咲くチューリップ、丹沢君のですね、作品なんですが、これはとてもなんていうんですかね、こう発想が素晴らしいなと思いました。やはりその横浜というですね、海のイメージの中に、このチューリップ祭りのですね、チューリップが咲くという、そういった、コラボレーションといいますか、コンフューされた作品、とてもですね、やっぱりその海の中にこうチューリップが咲いて、そこに魚が飛んでといったような発想っていうのは、なかなかこう大人とですね、出てこないような発想なんですが、本当にもう子供らしい素晴らしいですね、発想だったと思います。ぜひですね、そういった発想を、これからもどんどん伸ばしていただいて、よりいい作品をですね、今後も書いてもらえるといいなと思っております。そして一般のものですね、春を運んで、本当にメルヘンティックな親指姫のようなですね、作品でして、すごくこう温かみのある作品だなと思いまして、いかにもこうチューリップで作ったらですね、すごく綺麗なんじゃないかなと思いまして選びました。予想通りですね、チューリップでとても綺麗な作品に仕上がりまして、すごくいい感じのですね、作品に仕上がったと思います。ぜひですね、このインフィオラタというのはできた瞬間が一番綺麗なんですね。ですのでぜひ今日楽しんでいただいて、またやはり上から見る機会ってあまりないもんですから、明日その消防車のですね、
台に乗ってぜひ見ていただければ、また新しいですね見方も発見できると思います。本当に今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。それではこれより表彰式に移りたいと思います。はじめに小学生の部から始めます。小学生の部最優秀賞の受賞者、小学校5年、南区の丹沢花様ですが、まだお見えになってないようですので、お越しになった際また、後ほど受賞したいと思います。では、次に、続きまして小学生の部優秀賞受賞者は小学生小学校5年中区の中爪智也様です。どうぞ前へお進みください。小学生の部中区中塚智也様、あなたは第36回横浜花と緑のスプリングフェア2014チューリップ祭り花絵デザイン、応募作品において優れた成績を収められましたのでご了承します。平成26年4月12日横浜花と緑のスプリングフェア運営委員会会長吉田哲夫、おめでとうございます。次に一般の部です。一般の部の最優秀受賞者は戸塚区の篠間恵美様です。どうぞ前へお進みください。篠間さんの作品のタイトルは春を運んでるです。その作品は今一般の部の花のデザインとして、となっております。賞状最優秀賞一般の部戸塚区篠間恵美様、あなたは第36回横浜花と緑のスプリングフェア2014チューリップ祭りの花絵デザイン応募作品において最も優れた成績を収められましたのでこれを賞します。平成26年4月12日横浜花と緑のスプリングフェア運営委員会会長吉田哲夫、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして一般の部の優秀賞です。受賞者は中区の関口ゆかり様です。どうぞ前へお進みください。賞状優秀賞一般の部中区関口ゆかり様、あなたは第36回横浜花と緑のスプリングフェア2014チューリップ祭り花絵デザイン応募作品において優れた成績を収められましたのでご了承します。平成26年4月12日横浜花と緑のスプリングフェア運営委員会会長吉田哲夫、おめでとうございます。おめでとうございました。これをもちまして表彰式を終了させていただきます。ありがとうございました。花絵作り隊に参加された皆様お疲れ様でした。花デザインの受賞者の表彰が終わりましたので、せっかくですから受賞者の方とともに完成した花絵を囲んで記念撮影を行いたいと思いますので、どうぞ皆様花絵の方へ移動なさってください。